ほう、ここがボースか。思ったよりも都会じゃないか。あそこにある大きな建物がボースマーケットというわけだね。ふーん、詳しいわね。リベールは初めてなんじゃないの？旅に出る前に観光ガイドブックを買ったのさ。リベール通信社とかいうこちらの出版社が出しているやつ。ガイドブック？そんなものまで売ってるの？なんていうか、便利な時代になったもんだね。それで早速マーケットで買い物するつもり？ああ、一通り冷やかしてからディナーとしゃれ込もうと思ってね。ガイドによるとこの町には三つ星のレストランがあるそうだな。ああ、私たちが市長と打ち合わせしたところね。っていうか、この建物がそうだけど。アンテローゼですね。本格リベール料理を出すっていう。うん、ここで間違いなさそうだ。今から楽しみだよ。でもまともに食事をしたらかなりのミラを取られるはずよ。普通の酒場をおすすめするけどね。心配ご無用。ロギンはそれなりに持ってきたさ。それに余裕がなくなったら僕の特技で稼げばいいからね。特技ってあの歌と演奏のことですか？あれでミラを稼ぐつもり？テートの大劇場ではオペラの主演を務めたこともある。あの時は確か一晩だけで100万ミラを稼いだものだった。嘘くさ。では諸君、ご苦労だったね。運命が再び僕たちを巡り合わせるまでしばしの別れだ。アディオスアミーゴー。とんでもないやつだったわね。エレボニアの人間ってみんなあんな変人なのかな。あれを一般的な帝国人と思われても困るけど。え？いや、もうちょっと真面目な人間が多いと思うよ。質実剛健を尊ぶ気風って何かの本で読んだことがあるし。それじゃあ単に芸術家だから変わり者っていうだけなのかな。こらこら、世の芸術家が聞いたら怒るわよ。さてと、将軍から聞き出した情報をルグランジーさんに報告しなくちゃね。あとメーベル市長にも知らせた方が良さそうですね。ギルドと市長邸か。それじゃ早速行きましょう。おお、お前さんたちか。何か事件のことは分かったかね？重大な情報を手に入れたよ。空族団カプアイか。それは確かに重大な情報じゃな。これで遊撃士協会としても方針を決められるというものじゃ。しかしモルガン将軍というのも噂以上に遊撃士嫌いらしいの。びっくりしちゃった。遊撃士ってロレントじゃみんなに親しまれてる職業だから、あそこまで嫌われてるなんて。まあモルガン将軍は例外じゃ。普段は王国軍とギルドもそれなりに協力関係を保っておる。ただ今回ばかりはお前さんたちに余計な苦労をかけることになりそうじゃの。まあこちらができることを地道にやっていくしかないわね。しかし近頃の強盗事件も例の空賊団の仕業だったみたいね。ロレントでの事件と合わせて考えると決定的じゃろう。しかし強盗とは言ってもせこい事件が多かったんじゃが、まさかこれほど大胆不敵な犯罪を起こすとは思わなんだぞ。言われてみればそうかも。ロレントで起きた事件だって割としょうもない強盗だったし。それが定期船を乗っ取って王家を相手に身代金要求か。確かにリスクが高すぎますね。そのあたりを踏まえた上で捜査すべきかもしれないわね。なあお嬢ちゃん、
頼むからそこ通してくれよ。市長から一言コメントをもらうだけでいいんだからさ。そうそう、ついでに写真も撮っちゃいますけど。そうおっしゃられましても、市長は多忙を極めておりまして、アポイントメントのない方はお引き取り願っているところです。どうかご了承ください。そこをなんとか。これほどの大事件なのに分かってることがろくにねえ。読者に何か伝えてやりたいんだ。ですが。そうそうそうですよ。噂の美人市長が表紙を飾れば部数倍増も間違いなしですし。これドロシー、何失礼なこと言ってやがる。え、ナイアル先輩が言ったんじゃないですか。ネタがないんだったら美人市長を客寄せのアイドルに仕立てて紙面を稼いじまえって。バカ。あのメイドさん、ずいぶん面白いお客様ですね。お二人の話はできるだけ詳細にメイベル市長に伝えておきますので、今日のところはお帰りください。待ってくれ、これはちょっとした誤解だ。お帰りください。はい。あれ、美人市長の写真撮らなくてもいいんですか。頼む頼むから、これ以上喋らないでくれ。先輩待ってくださいよ。あら、こんにちは、リラさん。まあ、ブレイサーの皆さん、ハーケンモンからお戻りになったのですか。うん、まあね。ところで今の人たちって不届き者です。え、お嬢様を利用しようとする不定の輩だと申し上げたのです。私の目の黒いうちは指一本たりとも触れさせません。あそう、仕事熱心なんですね。それが私の務めですから。さ、皆さんはどうぞ中へ。市長がお待ちになっています。